スロートの秘密基地マホロバ、黒子の秘密基地マホロバということで、本日の内緒話は怪談最強位6代目のチャンピオンでございます、深津さくらさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、さくらさん、収録お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。いやー、なんでしょうね、今日寝るのが楽しみです。どんな夢を見るのか、ワクワクドキドキしながら寝たいと思います。そうですね、はい、いい夢が見られますように。皆様、いやー、よかった。なんか黒子ですね、はい、怪談の中で、まあ、好き嫌いとか演出の仕方に自分の、まあ、好みとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、はい、まあ、きっとあなたのところにもやってくるみたいなパターンの、はい、締めくくりのお話って物によって好きだし、物によってあんまり受け入れなかったり、物によって本当に怖かったりと、こうバランスが結構、分かれるんですけれども、はい、今回のお話は夢の中で何をするかしないかをこう選べるんでね、はい、なので自分がいざその場になったらどうするんだろうっていうのをちょっと今ワクワクしてて。そうですね、いざとなってみないとやっぱ分かんないことってあるじゃないですか、はい、そうですね、その場に立たされて、うん、さあどうぞっていうね、うん、お話ですからね。そう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 。なんでね、もしこのお話気になる方は、はい、昨日の動画で、うつつあたれよ鈴なり話ということで、さくらさんの、怖いお友達会が配信されておりますので、怪談の内容を聞いていただいた上で、はい、もう一回こちらに戻ってきていただきたいんですけれども、皆さんだったらね、はい、夢の中でどんな選択を取るのかということで、コメント欄で教えていただきたいなと思うところでございます。いや、でもさくらさん、相変わらずと言ったらあれですが、やっぱり階段がうまい、はい、なんかこう気持ちが伝わってきますね。めちゃくちゃ嬉しいですね、そう言っていただけると。はい、さくらさんってはい、お話の、まあ、練習っていうんですかね、特訓じゃないけど、はい、まあ、あんまりこう演者さんにこれを聞くのも野暮なんですけど、練習とかってされるんですか？いや、私練習はね一切しないんですよ。ああ、やっぱそうなんだ。なんて言うんでしょうか、あ、ちょっとごめんなさい、ピーポーピーポーが救急車が言い方かわいいですよ、ピーポー救さっきまで女の生首の話してた人とは思えない、ピーポーピーポーが来た恥ずかしい、いかれてますね、やっぱり。いいな、このバランス。これ使いますからね、本番これ使いますから、流しますからね、ここ流すから、このピーポーの回救急車が出てこなかったあ、どうしよう、これでも聞きたいな。なんかこれたまたままた消防車通った時にうーカンカンが来たみたいに言ってくれたらもう最高なんですけど、ほらほら、うーカンカン来ちゃった黒子さんつって、あ、そのパターンだって。幼稚園児ぐらいな感じ、うーカンカンとうーうーとピーポーピーポーですからね。汗かいてきました、もう。いや、いいですね、もう語りがね、うまいなんてさっき言っていただいて、調子に乗ってたところでこれです。ダメですね、やっぱりちょっと練習しないと、私練習しないんですよとか言ってもうかっこつけて、もうすごい汗かいてきた。あ、でも練習なしってことは、はい、まあ、基本は おおよそぶっつけ本番というか、その時蓋を開けてみて自分のこう、ね、魂のこう高ぶりとともに言葉を紡いでいこうと。なんか人のお話を受けて、うん、そういえばって言って、うん、この呪術つなぎをしていく怪談会が好きなんですよね。なんかもともと語り手になる前からそういう風に友達とそういえばねっていう話を一晩中したりとかしていたので、はい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 、はい、なんかそういうのがもう自分の中にあるから、うん、練習をするよりもその場で話をしてその熱で盛り上がりたいっていうのが今でも残ってますね。へー、うん、あ、そうなんだ。じゃあ、はい、どっちかっていうと決められた場所で用意スタートっていうよりは、はい、なんかこう会話の中でポン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 とお互いこう話を出し合うような場で、はい、まあ、階段を楽しんできたっていう背景が今でも強いっていうことなんですね。まあ、そういうなんか何育ちっていうんでしょうね、これ。うん、何でしょうね、何でしょうね。いきなりその舞台の中で、うん、舞台の上で語りをこう聞いていただいてっていうところじゃないところから、なんか雑草のように、うん、どん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 その階段に触れて、うん、はい、
やってきたっていう、はい、もう怪談ファンみたいなところがずっと自分の中にあるのです。はい、語り手という意識よりも格闘技っていうよりも、はい、本当ストリートファイトの感じなんですね。そうですね、もうルールのない、はい、はい、ストリートの、はい、格闘とかラッパーとかストリートファイト系なんですね、はい、近いかもしれないですねフリースタイルなんだやっぱり、はい、へえ、ああそうなんだ。どうですか、その女王になられて、やっぱり初の、はい、初の女王っていう看板がもう手元にあるわけで、はい、なんかこう各現場ごとで、はい、やっぱりこう女王になってから感じるプレッシャーじゃないですけど、はい、なんか求められるものもちょっと変わったりするじゃないですか。そうですね、そういうのってやっぱ感じる部分ってやっぱあるんですか。はい、で見て、あの優勝させていただいて、うん、あの感じるようになった部分なんですけども、うん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 、やっぱりその現場でこれまでは何人かで出させていただいたところとかでは、うん、あのなんて言うんでしょうか、その、先方次方、はい、その副賞大賞みたいなところがあったとしたら、うん、先方か次方だったんですよずっと、うん、はい、それは副賞ぐらいにちょっと上がってきたの感じますねちょっとね、鳥の方にだん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 寄ってきてますね。ちょっとだけ上がってきたのを感じますね。おお、いいな、はい、なんか そのステップアップを現場で感じられるのいいですね。はい、嬉しいんですけど、うん、はい、その分重めのお話を選ぶとか、確かに、はい、確かに確かに、どうしてもやっぱりこう後ろに重心を置きたがるじゃないですか、こうイベントとか収録っていうのは、はい、後ろが軽いわけにはいかないですもんね。そうなんですよ、私はその重めじゃないお話も大好きでいっぱい集めているので、そういうお話をどっかで一気にバッとこうやれる場が欲しいなって最近はね思っているところですね。あ、はい、そっかそっかそっか、なるほどなるほど、はい、あとはまあそうですね、まあ、これといってでもあの特にこう優勝したら何かがガラリと変わったっていうことはないんですけど、うんうんうん、いろんな方から6代目っていうふうに言われてなりたいやみたいな、はい、あんまりそっちの方で呼ばないでほしいなは思いますね、はい、最強位って呼んでほしいです。6代目はちょっとね、あの物々しいので、はい、うん、6代目っていいですね、はい、なんかなんかこう襲名された感じがしますね。そうなんですよ、はい、お化け座っていうか歌舞伎座っぽいですもんね、もはやね。あ、確かに6代目太めのね、あの筆のフォントが見えますよね、うん、そうですね、そうですね、はい、うん、あ、でもそうね、意外とこうガラリと変わるっていうよりは、はい、なんかまあじわじわとそういう重みが、そうですね、乗っかってくるっていう感じなわけですね。はい、もうこれからもね、もうどんどん本当に私語り手としても成長していきたいので、うんうんうん、はい、どん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 いろんな場で、うん、いろんな立場でお話を任せていただけるように、うん、もっともっといろんな話収集していきたいなと思いますね。うん、結構さくらさんってこう手数が多いじゃないですか、階段のこう、はい、幅高さ、まあ、数自体が多いっていうイメージが私すごくあるので、はい、ですからまあライトなものを何十本とか、ヘビーなものを、はい、選んだものを1本っていう、まあ、どっちもできる方じゃないですか、はい、だからすごい長尺でなんか 2,3 時間ずっと延々とさくらさんがしたいライトの話からヘビーな話までを聞き続けるイベントとかしてほしいです。おー、あー、いいですね、それやりたいですね。もうどんな短くてもいいし、はい、もうライな、どんなライトでもいい、もう笑いがあってもいいぐらいな、はい、でこんな話がね、こんな話がねって延々としててほしいですね去年の12月に一緒にお化け座をやってるちびる松村さんと5時間半で2人でやってましたね、50話ずつ語るっていうイカレイベントをやったんですよね。で、そこで、はい、100話達成して、もうなんならあの正の字を書いてカウントしてたんですけど、うん、語ってもカウントし忘れてたやつとかも多分あって103話ぐらいは語ってるんですよ。でそれでなんかまだいけるかもみたいな感じが5時間半終わった段階で自分の中であったので、一人で100話ももしかしたらいけるかもって今ちょっと思ってますね、はい、辞書じゃんそれはもうちょっとした辞書ですよ。分厚めのやつできますね。分厚めのやつ、資料集じゃないですか。
すごいなそれ。いやでもやっぱ好きなんでしょうね。そうですね、やっぱりいくらかとっても、うん、なんか、ね、好きなんだなって思いますもん、はい、今お話ししてても、ずっと好きだしずっと飽きないっていうのありますね。いいな。え、ちなみになんですけど、さくらさんやっぱりこう、はい、階段への熱量、はい、まあ、それはそのイベントに向き合う姿勢とかそういう意味ではなくて、はい、ショーレースに向き合う姿勢とかではなくて、単純に階段が好きなんだみたいな熱量がすごくやっぱ高いじゃないですか、はい、その自分と同じぐらいの熱量を持ってる仲間といる方が楽しいのか、はい、それともなんかこう階段あんまりまだそんな好きじゃないなみたいなところに、はい、え、階段って面白そうじゃんってこう熱を引き上げるのが好きなのか、はい、なんか好みとかってあるんですか、そういう熱量の部分に。あ、もうそれはおっしゃるどっちのその味も好きなんですよ。あ、そうなんだ、はい、なんあ、ジャンキーだこれは結構なんですけども中毒者だやっぱり、はい、その後者のやっぱりこれから階段を知る方に、うん、どんなお話を聞かせてあげようかなの時の喜びっていうのはちょっと変えがたいものありますよね他には。あ、ちょっとでもサディスティックな感覚ですよそれね。あ、もしかすると、あ、バレかけてますかね。あの、うん、去年ですね、うん、あの子供さんを中心に会談をさせていただくっていう機会がいっぱいありまして、うんうんうん、はい、で私あのその会場で実際に子供さんと対面するまで、うん、そんなにあのたくさんいらっしゃるっていうのを知らなかったんですよね。70人ぐらい子供さんお見えになってて、はいはいはい、結構多いですね。そうなんですよ。だこれどうしようかなと思ったんですけど、とびきり怖い話をいっぱい選んだんですよね、うん、はい、あのゴリラかなと思ってたら焼死体だったお話とかはい、いっぱいこうしたらやっぱり悲鳴が上がったり泣き出したりとか、はい、ということが起こるんですよね。でもあの涙の跡をこう残しながらも終わった後に怖くて面白かったって言ってくれるんですよね子どもたちが、うんうんうん、で私はこの仕事してて本当に良かったなと思いましたね。もうなんて言うんでしょうか、やっぱり子ども心にその怖かった思い出っていうのはずっと残りますし、はい、確かに。その初めの頃のその怪談とか怖いものってやっぱ鮮烈にその怖くて楽しかったっていうものとして残るじゃないですか。うん、残る残る残る、はい、でそっから怪談好きな人が生まれていくのかなとか、うん、はい、そんなことを思ったらやっぱりなんて素敵なことをさせてもらえたんだろうっていうふうに思いましたし、はい、やっぱりねそういう方に向けて語る怪談っていうのは最高だなと思いますね。ちょっとやっぱりちょっと佐渡の部分が見え隠れしましたね。完全にこれ出てきてますね。あの怪談に対する癖が見えてきましたね。でももちろんもちろん、あ、それだけじゃないですよ。仲間と語る怪談も好きですし、人の怪談聞いて怖いのも好きですし。怪談はその聞くのと話すのどっちが好きなんですか。あ、これは聞く方が実は好きですね、はい、語るのもちろん楽しいんですけども。そうなんだ、はい、あの自分がこう怪談してて、あ、思考の瞬間って思うのは、うん、取材をさせていただいてる時なんですよね。はい、あのそれは何ですか、その自分の、はい、こう血にも骨にもなっていくのが楽しいみたいな、はい、階段を食べてる感覚なのか、はい、まあ、単純にその出会ったことが嬉しいのか、どういう感覚なんですか。もうあのやっぱり階段ってこれだけたくさん世の中にあっても、うん、その体験談を一つ聞かせていただくごとに新鮮なお話なんですよね、うん、はい、なので、あ、まだこんな会があったんだ、なんて面白いんだっていう、うん、その会とその体験者さんが出会ったっていうところに対してのこの感動というか、あこんな会談に出会えて嬉しいっていう、うん、その気持ち、その喜びが全会談活動の中でも一番のこの喜びですね、はい、そうなんだ。でもその感覚を
さくらさんのお話を聞いて、はい、うわこんな話があるんだと思ってるお客さんがたくさんいるわけですからね。いやもうそうなんですよ、だから自分がそっち側にもなってるわけだ。はい、そうなんです。 それが面白くて皆さんにもお伝えしたいっていうところはありますね。やっぱり本当はあの私というねこの語り手が、うん、このお話の邪魔にならないようにもう体験者の方のお話をこのまま録音して届けたいと思う時とかいっぱいあるんですよ。そうだからちょっとあの雑味とかが乗らないようにしなくっちゃとかはねちょっと思いながらはいやってますね。 LINE スタンプ販売中。なるほどな、やっぱ好きなんだな。好きだからなかなかやっぱりこう感覚は言葉で聞いて、はい、あそうなんだそうなんだって言ってるつもりでも、はい、やっぱそこまでの熱量を向けてる人ってそうそういらっしゃらないなとも思うんで。いやそうなんですかね。うん、なんかその仕事として、はい、こうプロフェッショナルな感覚を持ってやるっていうのとちょっと違くないですか。なんかさくらさんは、はい、幼心のままというか興味関心趣味の熱量というか視点のまま、はい、それが仕事になってるからなお良いみたいなタイプの人に感じてしまうっていうか職人っぽいんですよね。なんか職人、いやなんか本当におっしゃる通りです。お仕事なのでもうその都度、うん、あのちゃんとねお仕事という責任感を持ってやるぞっていうのを自分に言い聞かせてはいるんですけど、うんうんうん、もうそもそもが趣味の延長なんですよね。楽しいことなんです。階段っていうのが自分の中で階段をしている時間が至福なんですよね。ちょっとそっちの喜びの方に自分がこう傾きすぎて あしっかりしっかりって思うみたいなところがいっぱいありますね。なんかあの将棋の名人たちが小さな頃からとにかく将棋が面白くてしょうがないから将棋をやってただけで、はい、仕事としてっていう側面ではないんだっていうのと一緒で、まあ、スポーツ選手なんかもそうですよね、昔からとにかくサッカーが楽しすぎてしょうがないんだとか、はい、野球が好きでしょうがないみたいなのと一緒で、はい、ちょっとそのアスリートの中の職人かたぎみたいな人っているじゃないですか。もしかしたらちょっと会談会で言うとさくらさんその手の人っぽいですよね、うん、そうですね。もう職人肌、自分がねあの聞いたお話をとにかくいろんな人と共有してこの話のいいところをこれっていうのをね、うん、みんなで分け合いたいっていう、うん、その気持ちがねやっぱり一番大きいですね。いやなんかこう変わった生態を垣間見た気がしますね、違うちょっと違う世界の違う生き物をなんかこう丁寧に、誰か詳しい人に説明してもらってるような感覚になるというか、はい、ああそういう生態系があるんですねあ日本にいない生き物の説明を聞いてる感じでしたね。なんか一応ね、まあ、あの社会人みたいな、ね、顔をしてね、はい、しっかり者みたいなふりをしてねやれてるつもりはあるんですけれどもね、はい、あ面白 いや、 やっぱりね数ある女性怪談師とはいえ、はい、やっぱりねこう数が増えてきてるとはいえ、はい、やっぱり男性比率の高いこの業界でやっぱ初めて怪談最強戦で、はい、最強位を女性が取られたっていうところになんかこうあこの背景があればやっぱ当然そうなんだろうな、早かれ遅かれそうだよなっていうことをすごくこう腑に落とさせていただけるような、あの素晴らしいお時間を今日はですね、はい、過ごさせていただきました。いや桜さん本当に面白いお話ばっかりでこのままいくつも お話をですね続けて続けてってもう時間が許す限りお願いしたいぐらいなんですけれども、はい、お時間の許す限り楽しませていただきました。今回の怖いお友達はお化け座の深津さくらさんでございました。さくらさん今回はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ぜひまたクロコラジオにお越しいただきたいと思います。はい、概要欄にですねお化け座さんのチャンネルも貼って、リンクの方させていただきますので皆様クロコ同様にご愛顧いただきたいと思います。改めまして本日の怖いお友達は深津さくらさんでございました。さくらさんまたいらしてください。今回もありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしく。
ー